ローマ級装甲艦は、イタリア海軍が建造した装甲艦の艦級で一等装甲上機フリゲートに類別された。なお、一番艦は原則訪問艦だが二番艦は、建造機関の遅延に伴って、中央法、各艦に改め設計されて外艦は異なるが、イタリア海軍ではあくまで同クラスと類別した。建造中のベネツィアの戦隊建造中のベネツィアの 戦隊巡航したベネツィア盆級は、プリンチペディカリニャーの級に引き続き、国産総甲艦として、自国で建造されたクラスである。建造は、ジェノバのラ・ホーチェ社で一挙に2隻が、建造承認され、艦名は、イタリア海軍はこの時点で未回収の都市であるローマと、ベネツィアの回復を祈願して2隻に命名した。本級の建造は、戦争に伴う、 原材料の入手困難で一番管は6年半、二番管は10年の建造期間を要したが、その間に1866年にベネツィアの回復、1871年に首都をローマに戻して悲願を達成した。本級の船体材料は木材で、その形状は監視水面下に昇格を持つ平ら乾板型船体に、搬送用の3本のバーク型マストと中央部に、 伸縮式の一本煙突を持つ当時の一般的な装甲艦の形態である。船体の側面は 150mm の厚さの装甲板で水線ブラ訪問部まで覆われている。本艦に搭載された主機関は船体中央部の主要防御区画内部に配置した石炭戦勝沿艦6機にモーズレー式レシプロ機関1機1軸推進で最大出力3670馬力で、 期間航行のみで速力13.0ノットを発揮した燃料の石炭は580トン搭載された。ありがとうございます。